わあ、キャンプしてみたい。まあ、これ整ったところでやればすごい楽だよね。水場もあるしね。確かに。ハンモック。あ、一日中寝てるわ。バドミントン。あ、いいな。あ、これからご飯時か。二つ空いてるね。はあ。あれはダムですか？ あれか。あそこはダムで。ダムか。そうそうそう。あそこ通るとしてる。あそこはね、通らないんだけど、うん、もうちょっと向こう、もう一つ向こうにダムがあるから、うん、そこは通りますね。はあ。なんか行く前になんかあったよなと思って。やばい。ちょっとなんか顔が笑ってる気がする。ニコニコしていいなぁ。これが温泉です。そうそう、ここがね、今から行くとこなんだけど、うん、昔はこう畑しかなかった。こっちがずっとね、ダム湖になってて、水あるかなあんまりない。なんか少なそうな感じですよね。バス釣りで結構皆さんよく、昔は、うん、あんまり水ないね。前やっぱ入れてさ、なんかさ、いいとこできたんだけど、すごい、なんか旅行の気分になってる。え？旅行気分になってる。わあ、もうこの中の世界みたい。すごい、こんなはっきり映るんですね。やばい。もこっち見ると結構水あるな。いいなね。なんかボート遊びをできるようにしようみたいなことをね、さっきのキャンプ場の人が言ってて、はい、これはそれが面白そうかな。まだやってない。深そうですけどね。深いと思うよ。まあダム湖だからね。はい、そう、山だった場所で深い。それでボート結構ドキドキいいな。ここあれですか、秋は真っ赤になりますか？そこまでか。赤というか、まあ黄色くなるよね。